日本東京都目黒区大岡山大岡山は、東京都目黒区の町名。現行行政地名は大岡山1丁目、及び大岡山2丁目。郵便番号は152-0033。もともとは、大岡山と発音される。北で、平町、北東で南、東で、大田区北千束、南で、大田区石川城、西で緑が丘、西北の一点で中根と接する。 二丁目の南部から大田区石川町一丁目にかけては東京工業大学の敷地になっている。北部は主として住宅地となっている。東急目黒線及び東急大井町線の大岡山駅の所在地とその周辺の商店街の大半が大田区北専属にあるため、目黒区、大田区にまたがるこの一帯を含めて大岡山として認識されることが多い。 大岡山駅周辺の大地主である岡岳が所有していた山から付けられたと言われている。この辺り一帯について、目黒区大館には、明治中頃の郵便集廃区域を明記した表に、石踏襖村、襖、ま、大館山とあり、かつては、大冠山と呼ばれていた時代もあったと記されている。大岡山の地主は、岡田、太郎、岡田金太郎、岡田伊太郎、 岡田明造、岡田照氏、岡田慶一、栗山正五郎などがいた。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。